生々しいこの感じが。ひっくり。はい。こっちがいるので、あのこう横から見て、こっち側より上の方が出てるでしょ。うん。こういうやつはあのこうすぼまった形にこれが縫製されてるから。コツがある。そう。だからこっちがそうなってるから、先に後ろをはめて前はめた方が綺麗にはめてる。自分でかぶせるよ。いいっすか。炙ってちょっと温めて。もう一つ。わかりました。次。横。うん。これまあ一回かぶせてみてたから、はい、両サイドを最後見て様子見て綺麗に。なんかこっちに逃げた方がいいかもね。うんうんうん。でも大体こうかぶせるといいですか。いいっすね。いいでしょ。すげえいい感じでしょ。はい。で実際本気で張り込むときに本番はここを少しね、うん、裏側接着した方がよりここがポッカッカしないでビタッていくから、だから今の手順で、はい、こっち側かぶせるときにここにちょっと接着剤引いて、うんうん、先にこっち決めて、うんうん、で両サイドはめて最後一番前はめて、はい、でまあ今回その長いネジとかだから、うん、ネジで止める場合こう引っ張ってきて、はい、最初に一番こうなんていうのテンションかけて引っ張った形になりそうなところを先に止めて、うん、位置決めて出すって感じだね。はい、おお、うん、めっちゃいいじゃん。もうでもこのままでもね、だいぶいいよね。はい。他分で下の粗が消えるから、はいはい、売れたんじゃなくても別に。あ、そちらが薄くていいかも。うん、おお、すげえ。いいじゃないですか。どうですか、一番最初に自分であの作った白いなんかシートの時。いや、なんか製品っぽくなりましたよね、めちゃめちゃ。あれはもう DIY。だからやっぱほら、パターン出しがもう、はい、7割8割完成に響くから、おバチッとビタッとさせるんだったらやっぱパターン出しを時間かけたり、うん、うまく通んないとこうなんない。ほんとっすね。この念入りにあれやったのがそうそういいでしょ、これね。はい、いいと思います。で、かっこいいじゃん。ヨウジさん、さまさまっすね。よし、そんなに縫製のミスも、そうだね、大きなミスもなくないね。パターン出しもそんなに、なんていうの、荒れてないっていうか、はい、綺麗にいってるし、ちょっと感動する。結構ね、横タックでこの形って本当その伸びちゃうから、はい、あの思った以上にこっちが余ったりね、するんですか。するんだけど、意外と綺麗にいったね、これ。やっぱここの枠取りをさ、何回もやったじゃない、はい、あれが効いてんだね、あれをサボると、あれサボるとね、ガバガバで。そうそう。なるほどですね。ちゅう感じですね。はい。おお、いいじゃん。ちょっといいんじゃないですか、これ。このまま乗っても別に恥ずかしくねえな。おお、いいかも。で、あれが何？最初の作品。いや、あれ5個ぐらい作って、あれ5個目っすよ。マジか。え、じゃあ4個目まではもっと広かったの。やばいっすね。あもう廃棄処分ですよ、即廃棄処分。何が違ったかね。いや自分でやったのと、やっぱ型の取り方がまず俺は紙だっていうのと、あ伸びる素材でちゃんと引っ張りながら取る、待ち針刺しながらっていうのが大きな違いと、あと縫い詰めながら、あ、そのさっきの型を出していくって、そうそうそう、ここの
縫い詰めて現物合わせでっていうのも違うし、うんうん、いや意外とやっぱねお客さんでこの TT なんかもさこれお客さんが削ってきたやつなんだけど、はい、やっぱ削ってはいるんだけど向こうが希望してるこういうライン取りには物理的になんないこととかって結構あんのよ。おそういう場合はやっぱあのメインになる部分を当てがいながら、うん、一番綺麗にそのラインが取れそうなところをもう探していくしかないから、へえ、あ、じゃあメインのタックロールを縫い上げちゃって、そうそう先に縫い上げて当てがって、うん、でそれこそ待ち針で止めたり、はい、場合によってはちょっとこう軽く貼ったりとかしてみてこのどういう風にそのタックロールなんかがシートの上にあの反映されるかを確認して、はい、でなるべくその希望のライン取りに近いラインでカットしていくにはもうさっきやったみたいにちょっとずつ合わせていくしかさ、うん、ないからこれあの型取ってもいいんだけどやっぱりこういうペナペナのさこういうので型取るのと、うん、モコモコがくっついてるタックロールが乗っかるのでは全然変わっちゃうから全然違うっすねライン通る場所が、うん、だそうするとこれをもう 100% 信じちゃってそれ通りに作っちゃうと絶対失敗するんだ。そう家でやっとっていやこれ多分ダメだなこのままやろうかなと思ったんですけど本当現物合わせしないと綺麗にこういう風にいかない、うん、納得っすでだんだん慣れてくるとこの段階でそこそここれに近い型取りができるようになってきて、まあ、工程が手間が省けるで作れるスピードが速くなるけど俺も未だにあのもっとこうなんていうの R がきついやつとかさ、はい、湾曲がきついやつなんかはもうあれだねパターン取って転写、うん、でアウトライン計画の3回やるとかさやっぱりもうあの失敗するのが嫌だから、はいはいはい、実際リュウジさんがやるとどれくらい時間かかるんですかこのシートだったらウレタン作ってきて持ってもらったら、うん4時間ぐらいじゃない多分4時間5時間あったらいけるね用意どんでスタートして、はいうん、タック塗ってぐらいでいけるさすがっすね、うん、4、5時間だねこのサイズなら。ウレタン成形してって言われるとまあなんか丸1日あれば作れるけど、はい、結構頑張る感じになっちゃうでも1日でできるんですね1日だったらこのサイズはできる全然できるへ、うん、いや楽しかったですお役立てくださいはいこっちマジこのまま乗れるなこれつけてない業者さんもよくいるからね裏に引っ張り込むとこだけ別で縫うってことしてない人結構いるからこのスプリングつくそうソールシートで無理くり引っ張って接着しちゃって、はい、でシワシワが見えるの嫌だから裏張りを入れちゃう、ね、ああなるほどフェルトとかで一枚着てるめんどくさいんだろうねそういう時は硬いとなってますよ、ね、あそういう時はもう接着だけでもう無理くり力ずくで引っ張ってシワを伸ばすみたいな人もいるけど、はい、剥がれるし、はい美しくないんだわやっぱ、うん、でパターンしっかり起きていれば本当さっき言ったみたいにカポってはまって、うん、成立するぐらいにまでなるからこういうシートはこれで乗っても多分取れてこないそうそうそうだったらさ接着剤もさもうちょんちょんでもいいし、はい、ネジ止める場所も少なくて済むから、うん、万が一なんかそのねもう一回張り替えたいみたいになった時に剥がすのが楽だしさああ そうかそうそう中のウレタンだけちょっと硬くしたいですってお客さん現れた時とか、うん、楽じゃん剥がしてメンテナンスが俺は極力接着剤もちょんちょん付けするようにしてるべったりは使わない、うん、なるべくあの楽剥がす時も楽なようにしてだから極力パターン出しの段階で本当もうビタッとするようになるべくはい質問あるはいしましまでやるやつあるじゃないですかおうおうおうあれは短冊状に切ってつなぐんですか超めんどくさい重ねてそうだから白黒白黒で作って、はい、あの互い違いに、はい、縫い合わせてあ引っ張るとこがちっちゃいじゃない、はい、こいつは全部つながってるからさ、はい、こう折ってあなんていうの持てる部分が多いんだけどあそうか短冊状のが細いからすっごい変なとこが筋肉痛になったりするうんこうやってやるんですかそうそうそうちっちゃいなんかちっちゃいからすげえ難しい今回のやつでも結構もうテクが凝縮されてたねだいぶこれ
あれっすか、ないのはできるこれが意外とサクッといければあとはその大小だから、はい、で意外とちっちゃいシートの方がシンメトリー取って左右均等に作るの難しいし、うん、あ、そうなんですか、うん、あのバレるじゃん、一発でずれてんの、確かにちっちゃいと、うんだからディティールがちっちゃくなればなるほど作るのって難しいんだよね。大きいやつってさ、自動車のシートなんて右と左で1センチずれてたって真正面から見ることもまずないし、はいはいはい、分かりにくいんだけど、バイクのシートはもろバレするからすぐこう視界に全部入るっすね。だいたいみんな左右均等にして作るでしょ、タンクとかのって、はい、そうなるとね、センターずれてるのとかタックロールのこっちとこっちの位置が何個ずれてんだとか、うん、すぐ分かるの、うん、そうだからちっちゃいシートでこんだけ精度よくできれば他のシートもほぼほぼいけるはずだから今日やったこととか駆使すれば、うん、駆使すればいけるはず、うん、確かに高校もそんなに大きくずれてないでしょ、ずれてないですね。そうこれがね、下手なとこ行くとほんとこうタックが斜めに入ったりするんだよ。へえ、うん、それちょっと嫌ですね。そうそう、とかね、このパイピングの入る位置が、うん、こっちはこの位置なんだけど、うん、こっちがもっと下に入ってるとか、うん、結構ある、あるんです。内側入りすぎちゃってる、はい、それはあのこいつを縫い詰めていくのをサボったから、そう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 、パターン出すとこでサボってんだよね。あと左右対称あんまり効かせないで縫い付けていっちゃってるとかね、はい、あ、うん、そう、ちっちゃいやつ作りづらいから本当。いや、めちゃめちゃ勉強になりました。よかったです。ありがとうございます。マジ、まあ、教えてくれる人いないですから。シート作りいないよね。いないですよ。自分で言うのもなんだけど。まあシート作りしてる人いないから始めたんだけどさ、あこれでさ、もっとさ、はい、あこの業界意外と稼げんじゃんって思ってくれてさ、うん、参入してくれる若者とか増えればさ、はい、良くなるっすか、ね、そしたら俺はその若者を指導する側でお金もらって、ああなるほど、そうそう、若者は現場で戦えばいい、はいはい、仕事とか振ればいいです。